はい、マッチングしました。というわけでね、国別対抗戦も始まったということで、今回はチームレースの方をやっていこうかなと思っております。メンバーはね、TRL の方で、集まったメンバーですね。自分以外スペインってばっかなんで、スペインの練習でしょうか。緩やかにバッコリとやっていこうかなと思っております。残り30秒ですね。で、この時点でペナルティ食らってるのちょっと痛いんで、ちょっとね、肝に行って抜けさせていただきます。んで、一手がね、自分の島でやってきそうな感じあったけど、もう大丈夫かな、セーフティーだけど、ちょっと他の2手にね、負担を強いる形なんですけど、この人がめっちゃ頑張ってるから、いい感じの、あ、これリコール？あー、セーフ。なんやかんや耐えましたね。この J パレジョさんがね、めっちゃ頑張ってくれたんでね。これ前通れないんで、ここで、返しておきましょうか。工作内だとね、この、ロクラさんのね、ドニックさんがね、ポテンシャル削れて、この2艇に勝てなくなっていくっていう、ね、感じになっていくんで。J パールさん頑張っていただいたんだけどですね、タック狩りで負けちゃったね。ちょっと、今不利な状況になってるのは、ちょっと自分がね、下に行って、枚数不利の状態のスタートをさせてしまったっていうのがね、大きいですかね。人数少なくれば、少なくね、なればなるほど、枚数落ちってかなり痛くなってくるんで。こいつがね、そうだよね。返してくれないと、自分返せないと。で、現在多分1位に貼られてるんで、このドニックさんの役割としては、3位の方にね、キー上がっていくっていうのが、今のミッションになっておりますね。で、現在全員が、黄色、自分以外の黄色艇がね、カバーされているという状況なので、非常にまずい状態ではありますね。自分がね、3位にさえならなければ、なんとかなっていくっていう 状況ではあるので。なんとかしていきたいですね。ペナルティ絶対食らっちゃいけないので、これカバーしていく。で、これ次右フレなんで、これ、右向かいます。この人カバーしててもいいんだけどね、右フレなんで、こいつに抜かれる可能性がある。で、右行けばワンチャン1位で開口もあり得るかなと思ったんでね、これ右行きました。で、返してくる。これ、前、通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 、
ースでしたね。まあ、今のは無理しない方が良かった場面だったかもしれないですね。ああ、かられちゃった。まあ、今のはちょっと予見できたね。止めるべきだったかな。これ、ワン、ツー、スリー取られちゃったんで、非常にまずい状況ではありますね。まあ、ほぼほぼ勝ち確かなといったリース展開になってきております。おっと、ここでペナルティー、謎18条取れたのはでかいですね。で、自分がこの人にね、仕事させないように。しっかりと遊びましょう。はい、ペナルティ与えられない今のペナルティ与えたかったっすね。まあまあしょうがないか。まあ、自分5位キープで OK っすね。でこの人がねこの黄色手にブランケットかけに行くと思うんで、おらー、あ、避けると思ってね結構ラフィングしていったんですけどね、まあ、登ってこなくて、まあ、どんまいって感じですね。まあ、なんとか、この1位、2位の人が、まあ、自分の前の人がね、順位上げることに成功してるんで、ここで修正はしなかったですね。まあ、あの開口、18条、謎18条がね、結構効いたって感じですね。
マドニックさんはね、自分に抜かれなければ。おっと、これ1位いけるか。あ、それペナルティーくら、あーっと1位かなと思ったけどね。ペナルティーかしったか。まあ、今回負けてもね、自分が先輩かなといった感じなんで。これも右張りでいいですかね。まあ負けてるときはスプリット基本ですかね。まあタックしてほしくないんだけど。うん。まあ右行く方。まああのラルがね、左振れなんでね。まあそれ目当てで多分行ってると思うんですけど。あ、右フレが結構入ってきたんで、まあ、そんなにポテンシャル離されずに2カミの方に向かうことができそうですね。で、黄色の人がね、まあ、2位の方で開口できそうなんで、まあ、その人がめちゃくちゃ暴れ倒して、まあレッチャラフィングして攻撃しに行ったんですけどね。うん。まあ、あのままゾーン入っちゃうと18秒で勝たれる可能性あったんで、まあ、ここからが勝負ですね。まあ、ここから勝つパターンとしては、もう1位取られちゃうんで、まあ、2位3で5なんで、自分が5位まで上がっていかないといかないんだけど、まあ、ちょっとね、ポテンシャル差厳しいかなって感じなんで、どうでしょうね。まあ、1島のね、戦略がちょっとまずかったね。戦術がまずかったっすね。これ前提、そっち行ってるんで、片側ゲインで狙えるかな。どうでしょう。まあ、ついてくって方もあるんだけど、まあ、ついてった方が良かったかもしれないですね。さあどう出るか。これ2位に入ってこれたらね、めちゃくちゃ美味しいんですけど、まあ、僕はもうブローを信じるしかできないんでね。さあ3ノット差ついてますけど、どうでしょう。まあ、2対2で あの人たちが頑張ってくれてる。まあ、ペナルティー受けてるんで、どうなっていくかな。さあ、ここでジャイブしていく。さあ、なんとか2位の方で開口、2位の方で上がってこれましたね。なんであの人がね、あの人たちが、どっちかが3位で入ってきて、最下位取らなければ勝ちっすね。まあ、こんだけ稼げたんで、まあ、最後自分がね、邪魔しに行くっていう方法もありますけど。お、信じるかな、これは。これは彼らを信じましょう。さあ、どう出る。まあ結構自分は何もしない感じだったけど。おお、勝った。まあ先般しか知らんけどね。まあさすがでしたね。